あーでセレクトだね。もうびっくりしたよ、なんか真実カードをちゃんと使うっていうからさ、あれかと思ったよ、あのクラリッサさんかと思ったよ、びっくりしたわ。はい、違うね。そっか、アリバイがある上タワーで窓の外を見れないほどの高所恐怖症。そうだね、不可能だね。この4人以外にも屋上に入ることができた人物がいる。その人物を指し示すのは、じゃあ社長で。あ、ごめんなさい、ふざけてる場合じゃないね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい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 、この4人以外にも屋上に入ることができる。その人物を指し示すのは、はい、違う。あ、そういうことか。はいはい、え、は、ま、何をしてるの、これ全然違うんだよ、俺にはもう頭の中です。はいはい、アリバイがあるわけだよ。はい、この4人前にも屋上に入ることができた人物なので、この人物を指し示すのは、全員指しましたけど、ん、何してるの、ごめん、分かってない、ん、え、カード使う、え、積んだ積んだぞ、え、何をすればいいの、え、カード使うことないんでしょ、え、積んだ積んだ積んだ、おいこら、あんたしかいねえんだよ。やっぱクラリッサさんだったのか。犯人はやっとできた。そう、クローバーヒルズのオペレーターであるクラリッサ高根さん。お前だ。おお、私、何を言ってるのコナン君。クラリッサさんは、クラリッサさんはずっとサブコントロールルームにいて、私たちをバックアップしてくれたじゃない。そう、そうだね、かなこさん。でもだからこそクラリッサさんしか犯人は考えられないんだよ。真実カードだけやない、クラリッサさんは監視カメラでテロリストたちの動きも分かっとった。今にして思えば、連れされた黒瀬さんの遺体を発見した後、渡り廊下を守っていたテロリストがタイミングよく去っていったのも、早く黒瀬さんの遺体を確認してほしいからだったんだろう。理にかなってるわ。あれか、コナン君がバレそうになった時か。いつテロを手締まいにすればいいのか分かるのは彼女だけだもの。私は善意で真実カードシステムを扱っていただけよ。逃げたいのを我慢してあなたたちをサポートしていたのに。いや、俺たちがあんたを犯人だと名指している理由はそれだけじゃないさ。さっきの翼くんの写真から、黒瀬さんの遺体はテロ中に発射されたことが分かったわけだけど、あの機械を操りテロ中に発射させることはあんたにしか無理なんや。あの機械には遠隔操作が可能なアンテナがついてたわ。誰が犯人でもリモコンを隠し持っていれば遺体を発射することは可能なはずよ。いや、ううん、リモコンを隠し持っていれば確実に飛ばせるというわけにはいかないよ。なぜなら気流が不安定、カタパルトが壊れかけている、誰にも見られるかわからない。あー、リモコンではダメ。関係ない？姿を見られる心配もないはず。あ、自分の姿ってことね。ん？そう。そうか。そうやな。ただでさえ高層ビルの屋上なんて風が強いのに加えて、何度も繰り返された爆発で気流は乱れとった。それにタワーは暴風や地震があっても倒れないよう、タワー自身が揺らいで衝撃を吸収する仕組みになっとる。そんな風に揺れとるタワーに向けて思い通りに遺体を飛ばすためには目視による照準合わせが必要だったはずや。かなこさんや他の容疑者たちには照準は合わせられる機会はあらへん。照準は合わせられなかったのは私だって同じよ。私はセントラルタワーの地下サブコントロールルームにずっといたのよ。それに何より、私は各リーグの屋上にあるドアを開けることができないわ。私が犯人だということはありえないことだと思うけどな。ね、僕がかなこさんに話を聞いたとき、気にかかることがあったんだよね。かなこさん、屋上で黒瀬さんと待ち合わせをしていたときのこと、もう一回話してもらえる？ええ。私は非常階段を登って扉を開けた。先に待っている見せたいものがあるからという黒瀬さんとの約束を守るために。その先のことはよく思い出さないけれど、これは
このかなこさんの証言、おかしいところがあるよね。不自然な点はない。クロスが屋上に行った。クロスが、そうだよね、呼び出せるわけないよね。あれ違うの？かなこさんがクロスを呼び出せることが特におかしくない。だって屋上に入れないんじゃないの？先に入れてたこと。そういうことか。その先のことだね。そう。どうして黒瀬さんは、なんで、俺考えてることは合ってんのに選択肢を間違えるんだ？どういうこと？真実カードによれば、イーストリーグの屋上に続く鍵を開けられるのが、小沢さん、だからそう、分かってんだよ。だから黒瀬が鍵を持ってないことは分かってんだけどさ。くそ。でも、かなこさん以外の人にはアリバイがあったよね。あれ？かなこさんが嘘をついているという証拠じゃないの？いや、ちゃうで。この証言も黒瀬さんが一人で先に回っていたことを証明しとる。こっちか。残念だったな。先に行って回ってなきゃあかんやったな。うんうん、黒瀬さんが一人で先に屋上に入れた可能性が高いことは分かったわ。でもそれがどう関係してるのか私にはよくわからないんだけど。いや、そんなに急がないで、クラリッサさん。黒瀬さんが屋上に入れた理由はその真実カードと。屋上に入れた？違うの？もうわかんないよ俺には。かなこさんから聞いて真実カードにした情報、もう当てずっぽうでやっていくよ俺は。もうわかんねえから。どれだ？シンクタンクのデータは関係ない？ハッカーね。鳥居さんが証明してるよ。確か黒瀬さんがクローバーヒルズのドアの開閉をコントロールするシステムを作った、そういう話やったな。クロリッサさん、あなたは言っていたわね。テロリストが作ったシステムに乗っかることでドアを閉めることも可能だと。あなたは黒瀬さんの作ったシステムを使ってノースリーフの屋上を開けたんでしょ。困ったわね。一生懸命頑張ってサポートしてきたっていうのに、殺人罪をなすりつけられるなんて考えもしていなかったわ。一体どうしたらいいのかしら。ふん、さすがにテロ組織を手玉に取り、服部も一時は騙しかけた女だ。一筋縄じゃいかねえな。そうだ、あなたはまだ私の言葉に反証していないわよ。私はずっとセントラルタワーのサブコントロールルームにいた。サブコントロールルームはセントラルタワーの地下にある。そこに詰めていた私は容疑者ではありえないでしょ。ノースリーフの屋上に行って遺体を発射できるチャンスはないわ。確かにクラリッサさんはいつだって真実カードを扱ってくれてたわね。やっぱり犯人じゃないんじゃない？その通り、私はいつでもあなたたちの真実カードを扱えた。真実カードシステム越しにサブコントロールルームの様子も見えていたはずよ。クラリッサさんは本当にずっとサブコントロールルームにいたの？え？僕たちはモニターを通じてコンピューターの機材の山しか見てない。クラリッサさんはサブコントロールルームと偽ってある場所にずっといたんじゃない？そうやな。セントラルタワーには一つだけ誰にも邪魔されない空間がある。うってつけなことにそこには外を見られる窓もついとるんや。全く意味がわからないわね。サブコントロールルームじゃなくて私がどこにいたと言い張るわけ？クラリッサさんがいた場所は、またルーレットかい。ちょっと待ってね。出てる文字で俺は推理するよ。ふん、間違いない。よっしゃよっしゃ、エレベーターで分かったのに。もう、あの故障中のはずなのに動いていたエレベーターですか？うん、こんな証言もあるんだ。エレベーターに関する証言。エレベーターはこれか。
はい。キットがよこした。もうさ、安直にやっちゃいけないんですね。ごめんなさいね、本当に。エレベーターだって、エレベーターだって言うから、こっちか。違うの、これでもないの。もう誰がくれたとか覚えてないよ、もう。エレベーター。キットがくれたってことは、これ？はい。内容を読んでないでさ、絵で判断するからダメだね。なるほどね。あの貨物用エレベーターなら窓があるから、遠隔操作でカタパルトを操り、タワーに映ったレーザーポインターを見ることで照準を合わせられるわね。そんな。めちゃくちゃ、バカバカしいにも程があるわ。わかったよ、クラリッサさん。貨物用エレベーターの中にコンピューターをセッティングし、その中で仕事をしていたという僕の考えが間違ってるなら、貨物用エレベーターを見せてくれないかな。貨物用エレベーターが動いてくるぞ。クラリッサのやつ、上に向かってるみたいだ。マジかよ、この先には第二展望台しかないのに。上だとボールかな。私たちもすぐに追いかけよう。なんだ火花か。今のクローバーヒルズは彼女の手の中。コントロールシステムを通じて制御盤を壊したんでしょう。非常階段に向かう扉もロックされとる。こっから上に行かせる気はないみたいな。上等じゃねえか。それならこのスケボーで鉄骨を通じて第二展望台まで行ってやる。そんな、一人で行っちゃうのコナン君。もう真実カードシステム使えないよ。何があっても俺たち助けることができねえんだぞ。待ってください。いえ、そんなことはありません。コナン君、これも。ん？サンキュー、光彦。よし。私たちもグズグズしてはいられないわ。そうやな。ちっさい姉ちゃん、ノースリーフまで付き合ってくれんか。いいけど、どうして？説明は後や、急ぐで。待って、ヘイジ、あたしも行く。それなら、私とその子、それに小さな探偵たちは一旦階下を降りて警察に連絡し、エレベーターを直す手はずを整えよう。で、犯人が分かりましたと。やっぱミスリードだったんだねーって、なんかランちゃん、ラン姉ちゃんなんかされてる。7時。コナン君。あら、コナン君。おお、怖っ。怖っ、急に怖っ。バカね。でも、スケボールタワーを登ってくるなんて、ちょっと反則だと思うわよ。すげえな、胸元に。出た、映画。くそ。おお。いいわよ。このまま私のことを見逃してくれるならね。なんだと？だろ、そんなことできるわけがないだろ。あら、そう。あなたが大切に思っているこの女の子、もうリランを爆発しても構わないのね。ふざけんな！ランは関係ないだろ。おお。あなたが中心となって皆を動かしてるのは分かってるわ。そんなあなたの弱点だもの、関係ないなんてことはないはずだけど。こんな子供がそんなことは無理だよ。親戚の新一兄ちゃんから話を聞いて。あらあら、ふざけてるのはどちらかしらね。さっきのやりとりだけじゃない。私はずーっと真実カードシステムであなたたちをバックアップしてたのよ。私の目をごまかせると思うの？それに、私も昔はあなたのような子供だったからわかるのよ。あなたが本物だってね。そんな賢いあんたがどうして上に逃げたんだ？翼を用意してあるわ。この砂上の楼閣、バベルの塔から飛び立ち新天地へ羽ばたくためのね。待て、その翼で一体どこまで逃げられると思ってるんだ。この場を逃げたところでお前が犯人だということははっきりしてる。潔く諦めた方がいいんじゃねえか。バカね。それが無駄とも限らないのよ。私の父の力を使えば。なんだと？さあね。
あなたの言う通り、逃げても無駄だと言うなら、私を逃がしたところでは構わないんじゃない？ん？ランド、ランド爆弾を処理する方法を教えてくれ。制御コードを入力すればいいわ。難しい爆弾じゃないもの。その制御コードはなんだ？バカね。教えられるわけないじゃない。私が逃げるための切り札なのよ。くそ、どうすればいい？で、一方、平次兄ちゃん。任しとき。7時5分。なあ、小さい姉ちゃん、第二展望台の状況はどうや？探偵バッチで様子は聞こえるんやろ？はっきり言ってよくないわね。探偵事務所の子がクラリッサに捕まってる。しかも爆弾を巻きつけられて起爆させると脅されてるわ。やと？くそ、急がなあかんな。ここに来て一体何をするつもりなの？ノースリーフは免震構造を爆破されてる。なんとか形は保っているものの、いつ崩れ去ってもおかしくないわ。江戸川くんはイーストリークのクレーンを除草台代わりに使ってスケボーでノースリーフに渡ってきたけど。大丈夫やて。スケボーなんかなくても大丈夫や。どういうこと？まさかあなた。それや。ああ、そのまさかや。俺が使おうと思っとるのは、黒瀬さんの遺体をセントラルタワーに打ち出したこの機械、カタパルトや。なるほどね。それで行くってこと？確かに、それなら第二展望台までたどり着くことができそうね。博士からもらった計算プログラムもあるし。いいわ、やりましょう。ほう。何よ。いや、こんな無茶苦茶な作戦に二つ返事で乗ってくれるのが意外やなと。別に。あなたは大人だもの。私がガミガミ言う必要はないでしょ。それに、第二展望台に向かうには他の方法はなさそうだもの。よう言うわ。よう言うわ。工藤を助けたり、ん？助けたりたいって素直に言えばいいのね。それより、無駄なおしゃべりをしている時間はないはずよ。あなたはワイヤーロープやポインターの用意をしてちょうだい。私は計算を始めるわ。へいへいっと。あ、なあ、小さい姉ちゃん。クラリッサの割れた組、絶対に打ち砕いたろうな。ええ。おお、着いた？なんとかたどり着けたで。気をつけて。何を言ってるの？これからが本番じゃない。さあ、行くわよ。で、コナン君？これは。7時10分。ん？もう逃げ場はないぞ、クラリッサ高根。観念してコナン君と共に下に降りてくるんだ。あ、その場に来たのね、みんな。ルメノ公国の王子、フェルナンド。何も知らないで綺麗事ばかりを言われてもおぞましいだけね。過去に何があったかは知らねえが、カナコさんに濡れ衣を着せようとしたのは許されることじゃねえぞ。そうね、反省してるわ。え？お母さんがよく言っていた言葉。情報を手にする者は白を黒に、黒を白に変えることができる。この言葉の意味は誰かに罪をかぶせるという意味じゃないもの。何？だったらどういう意味なんだ？情報をコントロールすれば相手を思うがままに動かすことができるってこと。真実カードシステムは黒瀬の遺体のことだけじゃないわよ。森山社長と対立していた矢口に社長の企みを知らせ、殺すしかないと思わせたり、悩んでいた加奈子さんにジャーナリストとしての解放の花のことを教え、テロのきっかけを作らせたり、さりげなく USB メモリの中に暗号コードを入れ、テロを阻止したりね。あなたをここに導いたのもそのうちの一つよ。まさか。もしかして、最初のあれもあんたの差し金だったのか？矢口を水族館に出向させた工藤新一を呼んだ？かなこ、これ？間違いない。うん。まさか。かなこさんが毛利探偵事務所に来たきっかけ。ポケットの中の毛利探偵事務所に行けというメモ、あれもあんたの仕業だったのか。よくわかったわね。その通り、毛利探偵をクローバーヒルズまで呼び寄せてほしかったの。なんだか面白くなってきたわ。私を上回るかもしれないと思わせる人間と会ったのは初めて。もっと話していたいところだけど、時間が欲しいわ。江戸川コナン。さあ、
聞きなさい。させねえ。ダメだ。ここであんたを逃がすわけにはいかねえ。はあ。爆弾の解除コードを知りたいの？もうすぐ警察がやってくるでしょ？彼らに任せればいいわ。ふざけんな。バカ野郎、それだけじゃねえよ。俺の目の前で犯罪者を逃がすわけにはいかねえ。絶対にだ。あなたは一体何者なの？来るか？名台詞が来るか？江戸川コナン。お探偵さ。来たー来たー、メガネも光った。これは俺には言えねえ。江戸川コナン。面白い子ね。いいでしょ。もう少しだけ付き合ってあげる。とはいえ、ダラダラ話すのも面白くないわね。勝負をしましょう。なんだと？勝負だと。あの子に仕掛けた爆弾が爆発するまであと5分。それまでに私があなたたちを踊らせた全てを明らかにできたなら、爆弾の制御コードを教えてあげる。これ失敗したら目の前で蘭姉ちゃん吹っ飛ぶ。マジで？何を企んでるんだクラリスさん。だが俺の答えは一つしかねえ。ああ受けて立つぜ。そう来なくちゃね。じゃあ始めましょう。お最後でこれだもんな。やだね。なぜクロスさんを殺したんだ？そうね、二つの理由があるけれど、一つはクローバーの花言葉と同じよ。クローバーの花言葉？クローバー、はい、違う。復讐だもんね。友情、努力、勝利みたいな。間違いない。ええ、その通り。私は復讐を果たすため、ノースリーフでクロスやすじを刺したわ。そして、かなこさんを身代わりに選んだんだな。なぜだ？これ読んでると時間なくなる？父親を尊敬している姿がうざかった。それに、私と同じ特徴があったからよ。つまり。同じ特徴？それは。血液型？そんな話してないよね。左利き？かな？間違いない。そうか。左利きってことか。うわぁ、こんなん覚えてねえ！すげえ！すげえぞ、こんな伏線があったなんて。うん、かなこさんのは分かってたんだけど、今適当にやったからな。エクセレント。私の罪をかぶってもらう相手は私と同じ聞き手じゃなくちゃね。ごめんなさい、声がでかくなっちゃいました。アニメ見てる気分だ。すげえ。右利きの人が被害者の右腹を刺すのは不自然だもの。それでかなこさんを選んだのか。そうよ。そしてクロスヤス氏が彼女を呼び出したことを利用し、ノースリーフでの本番の序曲としたわ。クロスが彼女をどこに呼び出したかわかる？あれ、屋上だよね。サウスリーフ？違うんじゃない？イーストリーフ？合ってんのかい。合ってんのかい。合ってんのかい。ごめんね、もう場所なんか覚えてないんだよ。ここなんだって。ここなんだって。かなこさんは夕方の太陽がタワーを挟んで反対に見えたと言っていた。それにイーストリーフじゃなければかなこさんは屋上を脱出できなかったはずだ。驚いたわ、エドガカナン。ごめん、俺も驚いてる。私の全てが暴かれていく気分。もっと楽しんでいたいけど時間がないのが惜しいわね。だったらこれはわかるかしら。私がクロスを殺した後、録画を使ってまでテロを起こした本当の理由が何なのか。それは解放の花に共感？テロは関係ないんじゃないの？金の話はしてないんじゃないの？完璧な太陽？そうなの？シンクタンクのこっちか。間違いない。ええ、その通り。私がどうしても欲しかったデータは、幾重にもガードされていた。クロスさえハッキングすることはおろか、制御室の扉も開けられなかったのよ。だから非常事態を起こしてシンクタンクの人たちがセキュリティレベルを下げ。あ、服部、灰原、俺を助けに来てくれたのか。だがクラリッサに気づかれたら全てが水の泡になっちまう。セキュリティレベルを下げさせてデータのバックアップを取れるよう仕向けたのか。よくわかったわね。いい転がりになったのを見計らった私はクロセの遺体を見つけさせたわ。どうしてかわかる？ああ、おそらく。警察に扉を開けさせたかった？
開けさせ、開けるのは関係ない？ああ、そうなの？そうなのね。今どっちだろうと思ったんだけど、ああ、はいはい、ごめんなさい。やります、やります。はい。そう、開かなければ開けさせればいいのよ。そのために何者かがメインコントロールルームにいるように見せていたんだもの。最後に爆薬の話をして警察も引き下がらせ、あんたは望むデータを手に入れたんだな。これ読んでると時間なくなるね。全部バレちゃったわね。いいでしょう、あなたの勝ちよ。教えてあげるわ。赤、白、青、黒のスイッチを赤、青、黒の順で押せば爆弾は解除できる。赤、青、黒だって。赤、青、黒ね。よし、さりげなく復唱しよう。探偵バッジで灰原と服部に解除コードを伝えるんだ。やべえ、時間がない、時間がない。もう無理です。読んでたから時間がなくなった。ああ、ちょっとこの場面は実況向きじゃなかった。ラネちゃんごめん。ラネちゃんごめん。よし、ここまで来たぞ。最初のコードは青じゃないよ。はい、赤。最初が赤。違う。黒でもない。はい、青。こんなこといちいちやんなきゃいけないのか。大変だ。次が青で、最後が黒だから、違う。黒。黒瀬の黒。3番目はく。あ、違うのかな？クラリスさん、なんだその意味は。あら、どうしたの？時間がないわよ、江戸川コナン。信じるか？信じねえか？でも答えが黒じゃないとしたら一体何色だって言うんだ？わからねえ。俺はどうしたらいいんだ？ストップ。はい。任せて。1919。はい。クラリスさん笑ってる。どうして？答えは黒じゃないってことなのか？一体何なんだよ。ヒントもなしにそんなの分かるわけないじゃんか。本当にヒントはないのかしら。これは手がかりがあることに気がつかない相手を笑っている響き。黒じゃなくて白なんじゃない？コナン君が聞いたことのあるヒントなら彼はすぐにピンとくるはず。私はこの仲間の中で一番クラリスに近かった。何か手がかりはなかったかしら。黒が白にって、口癖。わかったわ。ねえ、黒が白に、白が黒にって言ってたから。わかったわコナン君、答えはこれしかありえない。よーし。だから赤、青、白なんじゃない？はい、ストップになってます。それだ、白よ。最後は白を押して。クラリスさんの口癖は白を黒に変えるだもん。そうか。おう。トゥ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 。はい、白。ハットリー、白だ。ありえない。そりゃまあ見抜くわな。それハットリですって。取れた。そんな、エレベーター壊したはず。なぜあなたたちがここに。アホ。怪人に空が飛べて探偵に飛べへんわけあるかい。おかげさまで照準を合わせる必要があるとよーくわかったね。クラリサさん、あんたが犯人や。こうなったら。ん？爆発しない？免震構造の中に仕掛けられた爆弾は、すでに爆発物処理班によって解除されてるわ。エレベーターも直したぜ。この声は。あら、お前にばっかりいい格好はさせられねえからな。よーし。ん？負けませんよ。もう逃げられないぞ。無駄よ。チェックメイトよ。で、全部つながったのかな。はい。で、つながりました。これは一時停止でご覧ください。
早すぎて俺も読めない。恐ろしい顔やで。いいでしょう。島崎かな子に罪を着せる計画は失敗したけど、私は目的を達成したんだもの。私はまだ信じられない。あなたがそんな悪魔のような計画を立てていたなんて。私たちは親一人子、親一人子一人の家庭に育ち、途中で親を亡くした仲間。そう思っていたのは私だけなの？俺も聞きたい。彼女はどうしてこんな計画を立てたのか。バカね。殺人犯にされたか、されかけたにもかかわらず、私の善意を信じるその心、イライラするほど美しいわ。いいでしょう。それに免じて教えてあげるわ。私の母がエンジニアをしていたことは、あなたには以前話したと思うのだけれど、彼女はまた、解放の花のメンバーでもあったの。何ですって。私は母さんに幾度も父親について聞きたかったわ。でも母さんは、大勢を率いる立派な男、彼に迷惑をかけるわけ、クロセの娘ってことじゃ、なわけない。あなたに話すわけにはいかないの。そう言うばかりで死ぬまで口を割らなかった。死ぬまでってことは、彼女は私がまだ幼い頃、解放の花に関わったトラブルで死んだのよ。解放の花のデータ管理をしていた母さんは、ある時他の組織に連れ去られて、人質として大金を求められたの。でも解放の花は身代金を払おうとはしなかったわ。こうして私は天涯孤独となったわけだけれど、この顔、体つき、日本人の中だと目立つでしょ。それに私はそこの探偵と同じように可愛げのない子供だったから、いつだって一人ぼっちだった。そんな私を支えてくれたのはただ一つの夢。ここは私の本来の居場所じゃなく、ただの仮住まい。この世のどこかには私を迎えてくれるお父さんが温かな腕を広げて待っていてくれる、そんな気持ちだったのよ。心の拠り所をまだ見ぬ父親とその祖国に求めた。ちゅうわけか。それを知るために私はコンピューターの技術者になった。母さんや黒瀬康史がやっていたようにハッキングを駆使して父親に関するデータを集めようとしたのよ。でも一体何があったというんだ。私の父親のデータは国家機密扱いになっていたわ。しかもネットにつながっていないデータバンクに入っていたから、いくらハッキングを駆使しても私は情報を盗み出せなかったのよ。仕方がないから私はアプローチを変えたわ。自分の血液の DNA 鑑定を行ったの。するとね、私にはルエの広告近辺の人種の血が流れていることが分かったのよ。なんだって。バカね。私は推理したわ。母がルベノ公国にたびたび投稿していたこと、出生の秘密が国家機密であるってこと、それに大勢を率いる立派な男という母さんの言葉から、私の父親は傑作だわ。そっちか。全然クロス関係なかったね、ごめんなさい。ルベノ国王ベルトルト2世のその人じゃないかってね。バカな。父さんが陛下が母以外の女性とだと。くだらないことで動揺するのね。その甘さ羨ましいわ。クロセを語って鳥居に紺碧の太陽を奪わせようと考えたのは、ルベノ王国の血を引く私にも紺碧の太陽の継承権があるからよ。今までずっと日陰にいたんだもの。王家の一員である証が欲しかったの。だがそんなことがあるわけがない。全て君の妄想だ。私の妄想という妄想にしがみつかないで、お兄様。真実はすぐにはっきりするから。